はい、帯広のですねとても有名なカレーショップのインディアのカレーちょっと持ち帰りなんですけれどもありますのでここのカレーですねとても有名で美味しくてですねで値段もすごく安くて美味しいのでおすすめですはいでカレーがこのような感じですね今中辛なんですけれどもこんな感じですねコクもあってですね程よく辛くて えー、白いご飯炊きたてのですね白いご飯にかけて食べるとですねすごく美味しいですねでお好みでですねちょっと、あのー、カツ乗せてみたりうーんキャベツの千切りちょっとのせてみたりですねして食べるとすごく美味しいのでおすすめですもし帯広の方ですね遊びに行く時はこのように持ち帰りもできますので、えー、もちろん店舗でも食べれるんですけれどもこういった持ち帰りもできますので購入してみるといいと思います、はい、すごく美味しいです ちなみに今回ですね、このように鍋に移して温め直したんですけれどもとろみ具合はですねだいたいこのような感じでとろみつけて食べたという具合になります持ち帰りで冷蔵で保存したので結構ですね硬くなってたのでちょっとですね水分抜けた感じがあったので水分を加えてで今ぐらいのとろみにして食べたという感じです